真夏の球宴第48回都市対抗野球大会4日目の今日は4試合が行われ、第2試合は富士市代表大昭和製紙と広島市代表電電中国との間で行われました。5回まで双方得点なく、大昭和のエース山根に3安打の電電中国は6回ワンアウト3塁と得点機をつかみ、バッターは3番山根。強引に振る山根の打球はライトポール際、外野スタンド下段に入るホームラン。山根の第1号ツーランホームランで先制点を挙げた電電中国。スタンドは広島から駆けつけた応援団の弾部と歓声で沸き返りました。一方、2回を除き毎回ランナーを出しながらも6回まで4安打と貧困の大昭和は、7回ツーアウトフォアボールの竹崎を2塁に進め、ピッチャーの代打高柳がセンターに達するタイムリーヒット。二塁から竹崎急遽帰り1点、竹崎高柳ら日本楽器からの補強選手により大昭和は2対1と1点差に迫りました。さらに大昭和は8回にもデッドボールの高林を1塁に置き、3番井出がライト前ヒット、ランナー二塁一塁と同点のチャンスです。動揺する高木を攻める大昭和の4番浅木は 2-2 からの5球目、左中間オーバーの外野フライ、ボールは大きくバウンドしてスタンドへ。大昭和は浅木のエンタイトルで同点ランナーを迎え入れ、試合は8回にして振り出しに戻りました。しかし勢いに乗る大昭和は最終回ツーアウトヒットと連続フォアボールで満塁、一打逆転サヨナラのチャンス、バッターは4番浅木。浅木のツーワンからの4球目、ピッチャーのモーションを盗み、三塁から山本突然ホームを奇襲。大昭和は山本秀樹のホームスチールが成功、電電中国に劇的な逆転サヨナラ勝ちを演じました。その他、日光佐賀の関、松下電器がそれぞれ勝ちました。